ねえねえ起きてよ大変なのあやっと起きたねえこれ見てなんで部屋にいるのかは今どうでもいいでしょとにかくこれ見てようん。これってあれだよね男の子のううん私もわかんないよ朝起きたら突然あったもん 作り物物じゃないよ。本物だよ。本だ誰もわざわざこんなドッキリしないよ。ねえこれって何かの病気なのかな私、もう死ぬのかなどうしよう怖いよ私、まだやり残したことたくさんあるのに。えんう,うんわかった。一旦深呼吸するね。 さっきより落ち着いた取り乱してごめんねうんこのことはまだ誰にも言ってないよというか言えるわけないよ朝目覚めたらいきなり生えてましたなんて誰が信じるの絶対変な子だと思われて終わりだよならなんで僕には言ってくれたのかそれは一番信頼できる人だから え今のやっぱなし動揺して変なこと言ってるだけだから本気にしないでねうん恥ずかしい顔がすごく熱いよん何えとりあえず見せてほしいな,なんでそれってセクハラだよえ そうだよね。ちゃんと見ないと判断できないよね。先走っちゃってごめんね。さっきから君に迷惑かけてばかりだね。気にしなくていいって。<laughs> 君って本当優しいね。ありがとう。そんな君に私も答えるよ。まずは何をどうすればいいのかな。託し上げる。スカートは 分かった。やっぱり、一旦脱いだ方が見やすいよね。少し向こう向いてて、全部脱ぐから。よし。うん。見てもいいよ。や、やっぱり、少し恥ずかしいね。小さい頃にお風呂に一緒に入ってたりしたけど、今はお互い大きくなっちゃったから、当たり前かな。恥ずかしがるのは後 うんそうだね今は安全を確認することが一番だよね、うん、でも早く見て恥ずかしくて死にそうだよねえやっぱり男の子のやつなのそっかでもなんで突然きっかけになりそうな出来事うん思い当たるものはないかなわっねえ君 なんか大きくなったんだけど。これ何やっぱり病気病院行った方がいいかな。え生理現象え、へえ。興奮したら大きくなる。ね。べ、別に私興奮なんてしてないよ。好きな男の子に恥ずかしいところを見られたからって。あ、そ、そうだよ。 私はずっと昔から君のことが好きだった。何か文句でも。その驚きを、やっぱり気づいてなかったの <laughs> 相変わらず鈍感さんなんだね。でも、どちらにしろ。これじゃあ学校には行けないね。後で学校に連絡入れておかないと。え沈める沈めれば学校行ける これって治るものなのへ治るんだ具体的にはどうすればいいのえそそんなことするんだ男の人ってう,うん、うん知らなかったよだって今まで誰とも付き合ってこなかったし友達にもあんたはまだ早いってそういう話から遠ざけられてたしじゃあ君が教えてくれる その沈め方私わからないから君に助けてほしいのお願いトイレに行くわかったああれなんか胸が痛くははははおかしいよだんだんと 君のお尻が美味しそうに見えてごごめんでも自分でもわからないの急に君のことがねえ足開いてよいいからやれって言ってんだろ <laughs> はあエッチだねいい匂いえ股間をこすりつけないで黙れ ザコメスは黙って私の言うこと聞いてればいいんだよ。急にどうしたのって、私はどうもしてない。これが普通、ザコメスの分際で私を誘惑するから、このオスの力の前に屈服させてやる。今からたっぷりご奉仕させるから、覚悟しろよ。